皆さんこんにちは。今日は外に出てきてるイケアよ。渋谷なんだけどさ、渋谷知ってる人しか分かんないと思うんだけど、西武の真横にこっちにロフトがあって、こんなところにさイケアができちゃったわけなんですよ。いつもイケアは港北のイケアに行ってたんだけど、私世田谷に住んでるんで、まあちょっと地方の人にはわからない会話かもしれないんですけど、車でね15分20分のところ、まあ割と近くてすごい大型のイケアがあって、そこにねちょっとドライブな感じで行ってたんだけど、渋谷のど真ん中のこのイケアにずっと来たかったの。どんなものがあるか、渋谷限定のものとか渋谷にしかないものとかあるんじゃないかなと思って、ちょっと今日はその辺をレポートしたいと思います。それでは皆さん楽しんでくださいね。渋谷のイケア行きまーす。始めるよっていうか、もういるけどね。はい、ということで皆さん始めたいと思って、私は逆にこうちょっとスタッフがどんな感じでね、女子頑張ってるよ、大丈夫なのかなこの2人、カメラ大丈夫、ちょっと心配なんだけどねこういう絵もたまにはいいかなと。はい、ということで私は中に入りましたけど、素晴らしい、なんかね7階建てでいろんなフロアあるんだけど、今日は1階にね割とトレンドのものが集まってるってことで1階を紹介したいんだけど、私一人じゃね不安というか、 IKEA のね専門知識がないので、今日はIKEA のスタッフさんと一緒にいろいろな話を聞きながら参りたいと思います。どうぞ。お名前は？おはようございます、ポーキョンなんですけど、ポーで呼ばれてください。ポちゃん、はい、ポギョンちゃん、はい、ポギョンちゃんかわいい、ポギョンちゃんって言いづらいポーで大丈夫、みんなにポーって呼ばれてます。ポちゃんと、ポちゃんと一緒に今日はいろいろ回りたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんだけど、はい、1階のこの辺ね、はい、もうすぐバレンタインデー、チョコレートかわいい、チョコレートファクトリーをイメージした感じです。あ、チョコレートファクトリーイメージしたの、これは飾りだよね。飾りです、うん、これこういうのをこう色の中に入ってて、はい、みんなチョコレート、 ここにはこんな、ちょっとね開店前なんでバタバタねちょっとしてるけど、こっちが食品、おイケアといえばホットドッグ、かわいい。この中に何が入ってるの？これは、あ、これはパンが入ってる。あ、これはそうですね、ベジドッグ、あ、ベジタブルで作られた。ベジドッグってさ、はい、私向きじゃん、最高、これ買って帰ろう。何と何が入ってるんだろう。キヌア、玉ねぎ、人参、スパイス、最高だねこのベジドッグ、超おすすめです。まあ、最近ねビーガンの人も増えてて、ビーガンじゃなくてもヘルシーにね、たまには今日はビーガンデーっていうのでこういうの食べてもいいよね。わ、最高。じゃあこの辺はそんな感じのものが、かわいいこれケチャップこれの友達へのプレゼントとかにもいいと思うな。いいと思います。なんかちょっとしたプレゼント、これ家族いない一人暮らしの人とかでも、はい、台所にちょっと置いといたりさ、かわいいもんね。かわいい、いいと思います。わー、食べ物も結構充実してるんだね。はい、結構多いですね。ねえ、ドリンクとかシリアルとかも結構ね、シリアル、オーガニックなんだって、はい、シリアル最高じゃない。チョコレートミューズリーベリー入りシリアル、へえ、かわいい、パッケージもかわいいじゃない。イケアの商品は全部パッケージにもちゃんとデザインを入れてるので。そうだよね、置くだけでも十分。そう、置くだけでもかわいいっていうのがさ、ね、ちょっと人気なんじゃないかな、やっぱりね。この辺でなんかおすすめの商品とか、あ、このワゴン、このワゴン一番人気がある商品でございます。一番人気がある商品なんだって。これちょっとどうなってんの中。あ、かわいい、これ蓋もできて、はい、この上でちょっとしたなんか料理もできるし。あ、そういうこと、はい、で家でワーキングする方が多いと思うんですけど、うん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 、下になんかそういうお仕事の入れて、この上にパソコンを置いてちょっとする、かわいい。
一人暮らしの男の子女の子にぴったりだね はい、これね。へえ、あ、ランキングにも入ってましたね。入ってます。これよりもちょっと大きいサイズもございますけど、うん、これもが今結構今渋谷では人気。そう、ランキングといえば私がちょっとあの事前にね、うん、この渋谷のイケアで売れてるトップ3っていうのを聞いたら、1番がぬいぐるみみたいなやつサメのシャーク、なんであれが売れるんだろうね。あ、お客さんからの SNS から、うん、その画像を上げたらしいんですけど、うんうん、それがなんかすごいブームになっちゃって、みんなかわいいかわいいとなって、じゃあみんなこうやって抱きついて寝てるのかな。2位はこれだ、これだって。3位がジップロック、はい、ね、この辺に、ね、あるんじゃない、ジップロック。私ジップロック買って帰ろうと思ってたからさ。ミニいいじゃん、これかわいいデザインじゃん。初めて見たデザインだけど、これは今あのニュースで入ってきたダラナホース、イケアの、うん、あのダーラナホース、幸せを呼ぶスウェーデンのシンボルだって。はい、それを使って日本からなんかアイディアを出して作ったのそういったものらしいです。じゃあこのエコバッグとかも、はい、あの日本人のスタッフがやったんだ。かわいいじゃん、はい、これもすごい人気あります。これなんか結構渋谷の若者になんか人気出そう。かわいいね、はい、このジップロックの大きさがすごいいいね。はい、なんかちょっとした小物を入れられる、ね、そうですね、あの女性だったらなんかちょっとしたリップスティックとか、うん、そうだね、うん、いろんな食べ物じゃなくてもね、うん、いろんなものに使える。この辺はじゃあその、ダナラホースの商品があるっていうことね。あ、これもかわいいよ。ちょっとエコバッグ、このデザインがやっぱ全部かわいい ね、うん、こういうのをバッグの中に忍ばせてね、持ってるのもいい。じゃあ向こうに行きます。 T シャツとか出てるんだ。イケアのロゴを使って、うん、あの若い人向きで使われてる、うん、あの商品でございます。へえ、この辺もなかなか可愛いね、はい、これだ。イケアって言ったらジップロックなのよ。ちょっとしたあのジップロックが欲しいって言ってわざわざみんな来るわけなのよ。なかなかこういうデザインないですね。ないよね、これこの大きいのから。だから私は今日はこの3つを買っていこうと思ってんの。ありがとうございます。ちょうどジップロックなかったからね、うん、これかわいいよね。そう、これは私後でお買い上げします。ありがとうございます。あとね、この辺の私これもね結構リピートしてて、ほらタオルにねこう引っ掛けるものがついてるから、あのキッチンでもお手洗いでもどこにでもこれ便利なのよ、うん、ですごい安いんだよ。これ399円だからね。400円で何枚入ってるの。10枚、はい、10枚というようなものがあります。さあ、そしてここが入り口すぐ入ったところでイートインできるね、はい、なんか渋谷ならではじゃない。そうですよね。あの聞いた話によると渋谷限定のなんかメニューがあるんでしょ。はい、一応これとこれはあの、うん、他の店舗にもございますけど、うん、この3つ、これとこれとこれ、これ、はい、ストックホルムプラントベースケバブドッグ、はい、マッシュポテトベジドッグ、はい、おーイエーこれはシーズナルサルサ、なんか全部美味しそうじゃない。これ美味しい。この3つは渋谷で限定なんで、はい、これ食べに来るだけでもいいよね。そうなんですよ。見てこのドーナツ、ピンクとかザブルーとかハートだよ。ストベリーパイが可愛くない。この色も最高だね。さすが渋谷。このシナモンロール100円なのよ。オリジナルの渋谷の、メニューもあって、シナモンロールも100円で買えて、コーヒーいくら。イケアファミリーメンバーでございましたら50円で。イケアのファミリーメンバーの人は50円だって。だからシナモンロールとコーヒーで150円でお茶ができて、ここでちょっとしたイートインもできるっていうね。じゃあメンバーじゃない人は100円。100円でございます。メンバーになった方がいいよ。50円もお得なんだから。メンバーになるのになんかお金かかる。何もかからないです。かからないんだよ、はい、みんな。なんか書いて、なんかカード書いて終わり、はい、
それも携帯からすぐできます。他にも何か得なことあるの？そうですね、毎月物は変わるんですけど、うん、ファミリーメンバーのために安くなってるものとかがあるので、うん、ぜひ。イエーイ。じゃあみんなでメンバーになりましょう。引き続き店内を紹介したいと思います。はい、2階に来たんだけど、ちょっと時代だねこれ。これ売れてるの？売れてますね。あの新商品です、これも結構。そうなんだ、はい、新しく帰ってきた商品。これは YouTube とかインスタ用。はい、こういう風に色も変わるし、うん、あの明るさも変えられる、はい、へえ、うん、これいいじゃない、ね、うん、ここでこう撮ると、こういう風に撮ったり、こうするとここで撮るから、うん、自分の顔が明るくなるっていう。もうこんなのがIKEAに登場してきちゃったっていう ね。この部屋もどうした、これ渋谷のIKEA の雰囲気。そうなんですよ、渋谷のIKEAならではのルームでございます。ドラッグクイーンさんたちが住む部屋をイメージしてる、はい、そんな時代になっちゃった。ドラッグクイーンの部屋をイメージしてるって渋谷ならではだね。そうなんです、はいはい、最高じゃないこれ。じゃあこれはドラッグクイーンが着る感じでね、はい、いや可愛い部屋だね、最高。鏡をつけて、はい、周りにこういう風に写真立てをつけたら、うん、こんなイメージになるよっていうのを提案してるわけだよね、はい、全部IKEAに売ってるものでしょ。全部IKEAの商品で、これもこういう風に組み合わせたら、はい、これも売ってるわけでしょ、はい、だからちょっとしたメイキャップの場所になるよっていう、うん、いいアイディアだねこれね、はい、かと思いきや自然のものを使った。何ですかこれ。あのバンブー、バンブー竹ね、竹で作られた商品なんですけど、うん、結構家にね、ナチュラル素材を置くだけでも、うん、結構温かい気持ちになるのと、なるよね、はい、うん、自然の素材を使って地球に優しいものを、うん、あるよね結構ね、はい、今サステナブルっていう、うん、はい、それが結構流行ってるっていうか、もともとやらなきゃいけないことだったんですけど、そうそうそう、ね、はい、ちょっとブームになっちゃってね。そうですよね、うん、割ともう本当に前から最初からそうだよね、はい、うん、広北の方行ったら植物がいっぱい売ってるしね、うん、クリスマスにはちっちゃいツリーもね生で売ってるし、はい、そういうのはもう昔から ね、 そうね、こういったカゴの商品多いよね。これも可愛いじゃない、スリッパ入れたり。これもすごい人気あるね。え、すぐなくなります。一人暮らしの女の子男の子にぴったりじゃない。私なんか車にこれ入れてさ、野菜とか入れたいもん。あ、いいですね、いいよね。お買い物カゴにするとか、うん、いろんなアイデアできるからいいと思います。ということで今日はもうね、もっともっと紹介したいものいっぱいあるんだけども、可愛いものでも時間が限られちゃってるから、今日はこの辺でちょっと終わりにしたいんだけど、あとなんか特別に、あれだけちょっと紹介したい。やっぱIKEAさんって言ったらさ、こういうライトもね、すっごいお手軽に買えるもんね。見て、可愛くないですかこれ。こんないろんな色昔なかったよ。なかったんですね。これこういう風につけたらさ、こんなにいっぱい家に着てる人いないと思うけどさ、めっちゃ可愛くない？でも面白いですこれ。変わるのはここで写真も撮れるように、下見るとどうやって、ここで立てて、うん、こっちからあ、撮って、じゃあ私の撮ってもらっていいですか？はい、もちろんです。可愛い。本当？あ、どれですか？あら、なんかちょっと可愛いんじゃないの？ちょっと暗いけどね、後でこれはじゃあまたみんなにお見せしたいと思う。いい写真なんじゃないですか、なんか渋谷っぽいね、え、渋谷のIKEAっぽい。この辺もちょっと渋谷っぽいね、うん、まあこれは広北にも売ってそうだけどね、他の店舗に、はい、ね、原宿にも最近ねできてるんで、原宿はまた原宿でちょっと違うでしょ。違いますね、本当は原宿が先で、うん、渋谷ができて新宿、あ、今新宿もできてます。すごいね。やっぱこのコロナ禍になって家にいる時間が増えたじゃない？そうなんですよ。ねえ、だからちょっとみんな外に出かけてお洋服に、ね、お金をかけるっていうよりは、お家の中を楽しもうっていう人たちが増えてきたからね。おっしゃった通り。いや本当に若い世代の人たちがお家の中も綺麗にして楽しんでほしいなっていう思いが私にもあるので、皆さん
ぜひ着てみてください。あ、まあ、私たちの世代の人も生活のなんていうのか小物とか買うにはいい場所だと思うからね、うん、はい、ぜひぜひということで今日は楽しかった。ありがとうございます。また来てください。楽しかった。ありがとう。じゃあね。ありがとうございます。最後まで見てくれた人ありがとう。バイバイ。